なるほど。みんなってことは両方みんな行けますみたいな感じで。それでは行きましょう。俺そっち見えないですもん。3位に持ってきました。そこ5試合目。はい、さあどちらかというと声が小さい。今のところ読みの鋭さで勝っているのが誠という感じですね。起き上がりのタクがひたすら誠の方が成功しているイメージあります。対して佐古さんはやっぱり細かいところの状況判断が本当にうまい。さあこかせた、はい、ここ誠の読みを崩す。佐古さんは壊しこすらないんだな。どこで？あのソバットガードした後壊しこすり で立ち台系仕込むと全体用なんですよ。ああなるほど。ほぼ狙いに来た。今のスパイク読みか。さあ大きい攻めで中段行って、地獄が重なった。あれはなんだろうな、昇竜拳とか打てば。あんまり今回さ昇竜拳打ってないね。佐古さんバルログの攻める距離ってそれよりちょっとスパイクが攻撃ができない距離なんで遠い位置なのね。お出し切った。それとあと密着でもやっぱりバックスラっていう手があるんで、そう多分昇竜読みだったっぽくない今の最後の。そうですね。おお、いった。こっから打ち攻めでやっぱ怖いよな。さあ細かいね、こういう差し合いから EX バルセロナで差し合いもあんまりバルログ有利とは言えないんですよね。そうだろうね。やっぱストライクとかで潰しに来たりアローで強引に攻められたりっていうのと、あとアロー、はい、終わった。今のはどういう読みだったんだろうな。佐古さんなんかマイクの音が小さいみたいですね。あ、上がりました。聞こえますか。小さくない。小さくない、むしろでかい。逆に分かんない。聞こえてるって。聞こえる聞こえる。 OK 最高。これちょっとね、これ相当きついですね。佐古さん行っちゃうんじゃないかこのまま。もう流れ、こっからバルログが流れ取り返す術がないですよね、うん、俺が思うには。でもここでね、誠さんだから何か10本っていう流れの中で結構あるかもしれない。結構あるかもしれない。ピークじゃない、俺誠応援してんだよ。誠の2連勝から佐古が逆転3連勝。ウルコンを1にしていったら流れが変わったりするかもしれないですけど、まあ2が使い勝手いいだろうなこれ。結構さ、セービング当てる機会があると思うんだ、はい、セービング当てた時に最大がやっぱりウルコン1の方になるんで。あ、そうなんだ、はい、ウルコン1の方が全然ダメージ高いんですよ。へー、やっぱあれだな、中継の仕組みだな。あ、こうやって強引に死なれるのがやっぱり、ね、1回ダウン奪われちゃうからね、当たったら。で、画面端が見えないこの浮き攻めが。投げとか混ぜてくるもんな。おお、いい反応。逆に画面端で。うわー、来たー。ついに勝利券来たね。来ましたね。まだ分かんないけれども。怖い、あのストライクが怖い。沈め。前ジャンプされるだけでも、若干高くなるかもな。そうなんですよね。完全に高くかかっちゃうんですよね。おお、当てに行った。今のなんだ、バックステ今当てたのか、ストライクでゲージ試してるところなんですか、ね、ああ、なるほど、なるほど。あのジャクゴロも結構あのバルログ側としてはハラハラもんなんですよ ねもし飛ばれてたりね、あれも見てから対処できるんですよ。見てからセビマエステで立ち中間確定しちゃって、ね、そこからまた浮き攻めでっていう。あ、これは殺しきりたい。怖えだろうな、殺しきりたいけど一発で本当に
キャミ相手によく立てた。おお当たった。さすがだな。ソバット。あそこで置いてますか。やっぱ誠さんのソバットはすごいな。うん。やっぱよく当たるところで打ってるよね。はい。いやーいい試合になってきましたが。今は誠さんが2連勝して佐古さんが3連勝して誠さんが取り返すという。でもやっぱりあの新井さんからのメールにも書いてあったんですけど、うん、ソバットに対してのリスクを負わせるために結構背びを巻いてるっていう、うんうんうん、で他のキャラと違って背びがあの空中ヒットになってもスパイクからウルコンとかいけちゃうんで、はい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 、それもまためんどくさいとこなんですよね。セビは結構めんどくさいだろうな。そうですね。セビやってる時に中盤あのあれとかできたらができればいいんですけど、まあ、まあそこで頼りないだろうな。そうセビを置く場面ってやっぱりソバッター宛てに動いてるんでためがないんですよね。ああ攻めるな。やっぱりゲージがないうちに攻めちゃいたいっていうところが、うん、ああ来た来た。これがやっぱり怖いんだよな。おでも投げ返す。もう強気の読みだな。すごいな。うわ当たっちゃう。見えねえ。見えねえ。いやーこれは終わるでしょう。あよくガードしてる。ああ当たっちゃった。あの EX のさ高速時間やばくない？やばいですよね。めっちゃ固まりますもんね。絶対レンガじゃん。あれは本当にもうガードしただけで完全に攻めパターンっていう。そうそう。ああ危ねえ。ちょっと俺今誠さん視点で見てます。まだキャミーはめくりの判定が弱いのがまだなんとかっていうところなんですけど、ね、弱キックだからそこからもちょっとおお来た。そうこれちょっと結構弱点じゃ弱点だよね。バックステしたらさ大体当たんないじゃん。当たんないキャノンスパイクってで、あれバックステに刺すにはアローしかないんですけど、そうするとセビ解放に負けるんですよね。そこだよなキャミー。ちょっとまあウルコンさえ溜まっちゃえばそこもウルコンが勝っちゃうから難しいですね。あよく見てる。うまい。今スカリーにちゃんと差し返しましたね。さあ中間距離の差し合いでどれだけ勝負するか。しかし一番目差し合い。ああなんであそこで止まっちゃうの。今のはラッキーです。さすがに見てから出ないでしょ。ああああおリバサで出てない。ちょっとそう遅かったね。やっぱソバットはあれだな、生命線だな。本当生命線ですね。あれ取ればな。EX だと硬直短いんで、セビ見てからやっぱり EX 出せるのはさすがだな。やっぱりノーマルバルセロナに対しては確定入ってないですね。だね。あのジャンプ体型おかしいですよ。ああ、はい。でもまだなんとか。死んではないけど、置き手になってますよ。見えねえよ、見えないね。どっち？お！お！いったー！いったー！何やってたんだろう、今、サコさん。小足かなんか擦ったのかな。あのバルログって、しゃがんにガードしてるときにあの、顔の前の判定がすごい薄いんで。あ、そうそうそう。道着とか使ってるとやっぱり感じますよね、うん、感じる。バルローとかガイルはさポンポンって弱パンとかで固めたりした後のなんか次の技がすごい届きづらいんだ。そうなんですよね。だからキャミーもやっぱりそれに当てはまって、うん、コパン2回ぐらいしか刻めないんですよね。その後も届かないよね、はい、だからその後にサコさんが多分小足当てに行ってバックジャンプやバックステを止めようとしたんじゃないかなと思うんですけれども、はいはいはい、そうだね。ウリョさんの試合の時も見せてましたけど、ウリョの投げに対して、いやーいいなー、すごいなー。